こんにちは、かくすけです。今回からは Steam で配信されていますゴッコブウォーというゲームをプレイしていきます。早速やってみましょう。で、一応ねデモ版で最初のステージだけクリアしました。あとはちょこちょこね動画を見せていただいて、それで私もね興味を持って買ったっていう感じですね。いやー、久しぶりにね、久しぶりっていうか、なんとなくシューター系のゲームがしたくなってですね、それで買っちゃいました。どれにしよっかな。どれも可愛いですよね。でも私はショート派なんですよね。これか、これもいいな。こっちにしよう。元気そうな感じでね。で、顔が、こういうの悩みますよ。あ、これいいな、かわいい。気が強そうだな。自分には合わないかもしれないけど、これでやったんですよ。デモ版ではね、なんか可愛くてね。やっぱあれにしよう。これにしよう。きつね目にしよう。で、髪の毛がですね、いろいろあるんですよね。悩みますね。赤、青。あ、水色もいいな。金髪。普通に茶色とかでもいいんだけどね。あ、緑とかも珍しくいっていいかもしれないな。あ、これくらいもいいな。これだ。あ、結構黄色いな。まあいいんじゃないかな、狐っぽくてね。あ、これ目の色なんて関係ないじゃん。はい、じゃあ肌の色は、これすごいですよね。青とかもあるんですよ。そういうのもね、いいですよね。お、あ、普通だよ。もうちょっと黄色くしようか。これくらいにしとこうかね。ちょっと元気そうな感じで。よし、 OK です。あ、キャラクター名はですね、かくすけでね、 OK です。はい、 OK です。ちょっと待てよ。戻って。あ、もう名前つけちゃったか。ひらがなとかでもできたかなって思ったんですけども。オンライン、オフラインはね、とりあえずオフラインでやります、私は。動画ではね。どうしよっかな。オンラインが主だと思うんですよね、このゲーム。はい、じゃあやっていきましょう。かわいいですよね、キャラクターが。ギャルくんね、このロビーの一番奥がクエストゲートになっているんだ。クエストを受けたらゲート前で待つといいぞ。 OK。 オンラインプレイだと4人でクエストに出発することもできるからな。オンラインもいつかやるかね。あら、新人さん、なんだか動きが硬いわね。新人さんはまず操作に慣れた方がいいわよ。チュートリアルはオフラインのクエスト00をのイージーをプレイすることをおすすめするわ。いきなりオンラインは結構難しいわよ。オフラインとオンラインだと同じクエストでも少し内容が変化するのよ。オンラインだとクエスト中の会話イベントが一部省略されたり、オフラインじゃないとポッピークボックススタッフがバトルを手伝ってくれなかったりするの。このピークボックスっていうのが、このゲームを作っている会社の名前ですね。はい、難易度もノーマルはすごい難しいからね、絶対仲間の人に手伝ってもらった方がいいわ。そっか、オンラインは難しいんでしょうね、多分。この人は誰だ、足が出てますね。私歌います。聞いてください。あ、これは本当にいらっしゃる方なのかな。テーマ曲かなんかかな、多分。こちらはアイテム屋さんですね。これはいいかな。まだね。お子様01、染色できるコスチュームが追加されたの。あ、そうなんだ。音楽が変わったな。ショップで買えるものがあるから買ってみたら。V のカラーが変えられる。
そうそう、このゲーム結構ね、そのアバターをね変更させるのが楽しい感じなんですよ。小野さんですね、小野さんかな。ロビーで人間観察するのが趣味なの。若い子たちの躍動的な絵体と言葉知るか汗を見てるだけで何だか若返った気持ちになるわ。まあいいでしょう。私は結構ね恋の話しかけたくなるんですけども、おっと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 、とりあえず進みますかね。このゲームがどんなゲームなのかっていうのをね分かった方がいいと思うんでね。はいはい、クエストを受けてくださいということで、はい、ここはオフラインだから一人でですね。ナンバー000、うん、これがチュートリアルって言ってたのでやりましょう。まあ私クリアしたんですけどね、イージーでね。うん、結構ねイージーでもなかなか難しかったりするんですよね。私にとってはイージーがちょうどいいんじゃないかな。そんなに上手くないからね。 TPS です。ですね、忘れてました、キーコンフィグね。感度ちょっとね上げて、あ、上下はそんなに速くなくていい。うん、横をね上げたい。 OK、 OK です。こんなもんかな。あ、しまった。 OK、 うん、 OK です。ここスタジオジャパンへようこそ。ここスタジオジャパン、略して GSJ は関西シティにある最も大きなテーマパークです。このスタジオのこのスタジオ内では約100年前の子供たちが遊んだとされる前時代の戦争ごっこを楽しむことができます。うん、皆様がご利用いただけるおもちゃの武器は全てエコで安全なエアエネルギーを使用しております。武器の攻撃によって怪我をすることは滅多にありませんのでご注意ください。一応するんですね。もしかしたら気絶することはあるかもしれませんが怪我よりひどいかもしれない。 GSJ のハイパー立体映像シミュレーターが楽しく安全に様々なごっこを遊んでいただけるようにお手伝いします。とても安全なプログラムですので初心者の方でもピクニック感覚でお楽しみいただけます。ご安心ください。はい、あなたは新人のようですので簡単な初級プログラムをやっていただきましょう。わかりました。ではこの先のワープ装置へお進みください。初級プログラムステージへご案内します。うん、ということでこのゲームはね戦争ごっこを楽しめるアトラクションの世界っていう設定ですね。ようこそいらっしゃいました。ごっこスタジオジャパンのハイパー立体映像シミュレーターによって映し出されているこのワールドは全て作り物なんです。どうでしょどうです、驚きの技術力でしょう。すごいですよね、これが全部作り物だなんて、映像だなんて。今回は新人のための練習プログラムですので緊張しなくて大丈夫。安全安心エコがモットーの GSJ ですので。はーい、上に宝箱がありますね。制限時間内に最後のエリアまでたどり着けばアトラクション終了となる簡単プログラムです。どのようなお子様でも簡単に遊べる設計にしておりますのでどうぞご安心ください。はーい、背中に背負った武器を使ってうろうろしているホロチャイルドやホロモンスターたちを気絶させちゃってください。それでは先へお進みください。はい、やっていきましょう。こんな感じでね、これで構えて、あ、どうだったか、あ、間違った、これで構えて、これで撃つって、これって言ってもね、はい、いろんなものが動いています。このドアはエアを送ると開くドアです。はい、エア送りボタンを押し続けるだけでエアを送れますので、覚えてくださいね。わかりました。はい、Rトリガーでエア送りですね。そこに落ちているアイテムはエア回復アイテムです。エアドアを開けるとエアゲージが減りますのでアイテムを拾って回復しておきましょう。敵グループを全滅させたり連続で敵を倒したりした時にもエアが少し回復することもありますよ。あ、そうなんだね。じゃあできるだけ連続で倒していった方がいいのか。いいでしょう。あ、敵が出てきましたね。ホログラムのモンスターが出てきましたね。新人のお子様のためにバトルの仕方を教えておきますね。
バトルするにはカメラボタンでカメラモードを切り替えてください。バトルカメラになると武器を構えることができます。武器はショットボタンで攻撃します。敵から逃げるときはバトルカメラを解除した方が早く逃げることができますよ。はい。あ、サブ攻撃なんて知らなかった。わかったわかったわかった。はい。回避ボタンでゴロゴロとこう回転しても回避できます。うん、これは慣れないといけませんね。ただし武器やゴロゴロ回転はエアゲージを消費するので、エアゲージ残量を見ながら遊んでくださいね。エアゲージはしばらくすると自動で回復するので、エアがなくなったら安全な場所で休憩することをおすすめします。はい。まずはこの星印を目指して進んでみてくださいね。張り切ってまいりましょう。 OK です。はい、これで戦闘ですね。あ、はい、はい、こんな感じで倒していきます。あ、あ、あ、ダメ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 、ちょっと待って。ね、うん、キーコンフィングでね、カメラカメラの感度をですね、やっぱ上下もうちょっと下げます。うん、で、回転左右これでいいかな。なんかまあ慣れですよね。もう倒したね。いやー、そこにいるなあ。痛い、あ、痛い。あれ、もうちょっと上手くできたんだけどな、練習した時には。あ、これがエア切れですね。こうなっちゃいます。もうちょっと近づいて打つべきか。オッケー。え、あれ、こんな下手だった。あ、なんかぶつかってるし。いやー、恥ずかしいですね。でもね、このね、剣もあるんですよね。慣れないしは剣でやった方がいいかもしれないな。サブ武器ってなんだ、サブ武器。あ、そんな武器持ってるんだ私。あ、すごいこっちの方が強い。いい感じで倒せてきましたか。少しバトルのヒントをお伝えしますね。武器は切り替えボタンで切り替えることができるんです。あなたは2種類の武器を持ってるんですよ。それぞれの武器はショットボタンによって2種類の攻撃方法があるんです。うんうんうん。ショットボタンはちょっと特殊な攻撃ができます。さっきのですね、溜めたやつですね。ハンドガンだとチャージショットができますよ。それでは目的のポイントの方向へ進んでいきましょう。レッツゴー。 OK です。いや、難しい。あれ、こんなにできなかったっけな最初やった時はもうちょっと上手かったと思うんだけどな。エイムが定まらない。あ、な、感度上げすぎた。よいしょ。 OK。 これはね、もうね、こうやった方が良さそうですね。あ、もうスタッフがやられそうじゃん。大丈夫かい、スタッフさん。これが回復ですね。で、あ、とりあえずこっちに進めばいいんですね。意味、あ、かわいいね、小麦色の肌のね、女の子。このドアは、依頼エリアにいる敵を全滅させると開くドアなんだ。開いてないってことは、どっかにモンスターとかが残ってるってことなんだぜ。うん、かわいいな。男あさりの子が好きなんですよね。私は縄張りに勝手に入ってきてどういうつもり？出ました、ハチちゃんですね。またあなたですか。ここ GSJ はお子様たちみんなのアトラクションなんですよ。私物化されると困ります。さあさあ、親御さんが外でお待ちですよ。とっとと移動してください。私はここから動くつもりはないよ。この場所気に入っちゃったし、もっとここで遊ぶんだから。でもちょうどよかったわ。ホログラムの敵では物足りないと思ってたところだったし、あんた相手してよ。戦争ごっこしよう。はい。なんと聞き分けの悪いお子様でしょうか。 GSJ ではお子様同士の戦いは禁止してるんですよ。こんな管理不届き、不行き届きが教育委員会にバレたら GSJ の存続にも関わると言いますか。とはいえ安全な武器ですし、気を失う程度で済みますね。あなた、あのお子様たちをやっちゃってください。ちょっとは痛い目見ないとわからないみたいですからそんなことね、許しちゃっていいのかな。そうこなくっちゃ。私の名前はハチ。私を倒してみなさい。はい、この子が最初のね、ちょっとしたボス的な感じですね。
すみませんね、こんなんで。よいしょ、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 よいしょ。はい、やっつけましたね。やるわね、あんた、本当に新人？もしかして年間パスポート持ってる上級者じゃないの？年間パスポートなんてあるんですね。この先に進むことを許可するわ。ゲル大佐のところまでたどり着けるといいわね。ゲル大佐、あの子まで居座ってるんですか。 GSJ のブラックリストに載ってるお子様なんですよ。ほんと GSJ の管理体制甘すぎて困りますね。私の管理が緩すぎるんですか、もしかして。先に進んでいただけますか。あなたに何とかしてもらうしか方法はありませんから。こんなにもね、ナレーションがね、出しゃばってくるってなかなかね、珍しいですよね。予定よりも全然言うことが違うんだろうな。あ、こういうのは壊せないんですね、多分。壊せるのかな。こっちなら壊せたり。エアを回復しましょうね。うん。で、こっちに行って、これがお金です。結構ね、このゲームお金が必要になってくるみたいなんでね、細かくやっていきましょう。そこに落ちているのは素材アイテムです。敵を倒した時に出現したり、フィールドに落ちていたりします。この素材アイテムを集めておくと、ロビーでコスチュームなどが作れるんです。楽しみですね。拾ったアイテムはポーチボタンでクエストポーチを開いて確認できます。クエストポーチがいっぱいになると拾えなくなるので、拾えない時は素材を捨ててくださいね。はーい。できるだけ捨てたくないけどね。クエストを途中でやめると拾ったアイテムは消えちゃうので、クリアを目指してくださいね。頑張りましょうね、最後までね。あ、あそこにいるのハチちゃんかな。ハチちゃん、そんなに強くなかったね。でもノーマルモードはもっと強いんでしょうね。さっきのバトルは私の全然本気出してないんだから、うぬぼれないでよね。このエリアを抜けるとゲル大佐が待ってるはずだから、道なりに進んでいけばたどり着けるわ。かわいいな、釣り目でね、強気な感じね。 GSJ のナレーションしてる大人はオノっていう契約社員なのよ。私らはオノって呼んでるわ。私らが GSJ を自由に出入りできるのもオノの管理がずさんなおかげなの。感謝しなくちゃ。うん、一応感謝してるんですね。ダメだよ、オノさん。もうちょっと厳しくしないとね。アトラクションっていうのはね、事故も起こるかもしれないんですからね。よし、じゃあやっていきましょう。ちょっとね、まだボタン操作がおぼつきません。多分ね、ヘッドショットとかはないんじゃないかな。チャージショット行こう。よし、倒したぞ。あ、倒してないけど、あとちょっとだぞ。あ、エアギルでーす。回復回復。いや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 、ちょっと待って、ちょっと待って。全然できない。ちょっと待って、次回ちょっとキーボード操作もやってみようかな。このコントローラーね、ちょっとね、細かい移動が難しいんですよね。 OK。 あ、これはボタンです。うん、このボタンがいくつかあるんで、それを全部やるとあのドアが開くってことですね。多分あの上にあるからね、一旦これを拾って、お、鍵がありますね、そこ。よいしょ。オッケー。これの、あ、こんなのができるんですね、こっちでは。ぐるぐるしたりするのかな、一応。うん。スイッチを押さなきゃね。あ、ちょっと待って。はい。カメラ操作もちょっと慣れないな。通常の時は左右逆転した方がいいかな。まあそこはね、動画撮ってない時にいろいろやってみます。うん、ごめんなさい。お金集めます。いや、怖いなね、お金は大切にしなきゃね。多分武器を作ったり、装備かなを作ったりする時に必要だと思うんでね。はい、あ、全部開きましたね。はーい、OK でーす。あっちですね。そっから来たんだっけ。あそこは、あ、まだですね。うん、わかりました。進みましょう。スタッフさん結構食らってるな、攻撃。はい、ビアラ帽子がいいね。
このドアはスイッチを3つオンにしないと開かないんだ。このエリアのどこかにスイッチがあるよ。うん、もう開けたよ。よし、ちょっとね、慣れたいんですよ、これに、シューターに。よし、OK です。もうちょっと連射力が欲しいな。スタッフさん、やばいぞ。もうちょっとでやられそうだ、スタッフさん。いやー、スタッフさん守れ守れ守れ。あ、やられちゃった、スタッフさん。そっかそっか、あんなところに敵がいたのか。よいしょ、 OK。 ちょっと回復し、あ、うん、倒したら回復するんですね。あ、スタッフさんも回復したっぽいですね。目キラキラしてるな。いい青年じゃないですか。爽やかですね。じゃあ行きましょう。こっち行って、お、キツネ耳の可愛いお姉さん。そこにある乗り物はエアカーといって、エアで動くカートだよ。走ってるとエアカーのエアを消費するから、動かなくなったらエアをチャージするといいよ。すみませんね。私の動画はだいたいカミカミですからね。本当にね、噛んじゃうんですけど、ね、噛んじゃうんですよね。動画初めて8年以上経ったのにな。全然良くならない。よし、引いていきましょう。アイテムとか落としてないよね、敵。大丈夫だよね。うん、落としてませんね。じゃあ行きましょう。見えない見えない。あ、そこに。あ、いいな、そのエルフの耳みたいなやつ。欲しいな。どんな感じにしよっかな。金髪だからな。キツネにしたいけど、さっきすでにいたもんな、キツネさん。あそこだ。すぐそこだから別にいいですね。普通に乗っていきましょう。な、乗んない。降りていきましょう。歩いていきましょう。うん。こっちの方なんかある？あ、ないですね。はい。このドアは鍵が開かない、ないと開かないよ。今来た道のどこかに鍵が落ちてるはずだから探してみるといいよ。うん、拾ってきました。ありがとうね、もう一回教えてくれてね。で、そこに誰か倒れてるんですよね。あそこにお子様が倒れています。どうしたんでしょうか。はい、エアを送ってあげると元気になるかもしれません。行ってみましょう。はーい、ほい。エアで元気になるって人間ってすごいですよね。僕は気絶してみたいだ、みたいだ。助かったよ。この先にいるゲル大佐にやられたんだよ。ね、ゲル大佐ね。でもゲル大佐みたいに強くなりたいな。僕の憧れの人なんだ。ゲル軍団に入れてほしいな。軍団率いてるんですね。中央の広場にゲル大佐はいるよ。でも君みたいな新人じゃ勝てない相手だと思うけどな。うん。この子だね。ちょっとポーズがかっこいいですよね。この下とか何かある？何もなさそうですね。よし、じゃあ行きましょう。時間も結構ね、経っちゃってるんでね。これエアーですね。あとちょっと。OK! 来ました、ゲル大佐。いかにもガキ大将って感じですよね。よく来たな。ハチから見込みある新人がいるって聞いたぞ。ゲル大佐さん、いい加減帰りましょう。親御さんが心配されていますよ。ゲル大佐ってなんか可愛いですよね。本当に子供たちが遊んでる感じで。あー、そんなの嘘だ。オイラノッカーもうここにいないからな。オイラを心配する人なんてもうこの世界にはいないんだからな。だからオイラは GSJ でずっと暮らしていくんだ。さあ、早くオイラとバトルしようぜ。はい、もうこの世界にはいない。なんとも複雑な心境になってきましたね。ちょっとね、しんみりね。しかし、それとこれとは別問題。こちらも GSJ 管理事務員として見過ごすわけにはいきません。うん。さあ、あなた、ゲル大佐の目を覚まさせるのです。こんな作られたバーチャル世界に本当の愛などあるはずありません。斧がそれ言っちゃおしまいじゃないのか？ですよね。このバトルが終わったら家に帰ってくださいよ。約束ですからね。はーい、帰ってくださいよ、ちゃんと。へへ、あ、そんなところに敵がいるの？やだわ。ちょっと待って。あ、間違った。ちょっと待って。攻撃ボタンとちょっと切り替えボタン間違っちゃったよ。さっきのはちょっとね、ごめんなさいね。画面がめちゃくちゃになっちゃった。これが切り替えね。えい、あ、弱いな、君弱いな。うん、とりあえずね、周りの敵をね、あー、君、あいたー、ちょっと
君、あー落ちちゃった。ちょっとあとちょっとだったのにさ。じゃあそこのエルフ耳のピンク髪のお姉ちゃん、あなたを倒す。あ、なんか来たぞ。よし、ゲル大佐。でも先に君、あ、かわいいね君。あ、そこにも来た。ちょっと待って、えい、えい、うん、そこの、あ、登ってきたな、さっき倒しかけたのが。よし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 、素材、あ、素材いっぱい手に入った。やったね。あ、君、ここの子は多分ね、無限湧きかな。とりあえず、あの、子供たちを倒さないとですね。子供たちは多分ね、復活しないんでね。うん。やだー、なんかいっぱい撃ってくる。当たんない、当たんない。よいしょ、よいしょ、あ、画面が、あすみませんね、こんな感じでやっていきますね、これからもね。あ、柔らかい芋を手に入れました。やったね。よいしょ、こんな感じでね。下手なプレイなんでね、うまいプレイをね、期待される方はやめた方がいいと思いますよよし、倒すぞ。時間も押してるぞ。切り替えはこれでしょ。ギル大佐、溜めて撃ってきますね。溜め撃ちタイプですね。よいしょ、よいしょ。ランチャーみたいなの持ってるな。ああいう武器も使えるようになるんでしょうね、多分。ちょっと遠すぎる。すっごい音がしたぞ今。よいしょ。あ、ちょっとゲル大佐動かないで。あ、周りの敵消えましたね。なんだ、逃げ分けじゃなかったのか。よかったよかった。それならあとはゲル大佐だけですね。よし、倒しちゃうよ。あ、失敗したよ。よっしゃ、当たった。ため打ちだ。あ、当たんないゲル大佐の動きは強そうだけど、すっごいゆっくりだから当たりませんね。うん、よいしょ。あ、全然当たんない。よし、倒した。あ、大変だった。負けてしまった。オイラが本気出してないとはいえ、新人なんかに。オイラにはこの世界が全てなのに、お前なんかに大佐の座は譲らないからな。いい加減にするんですよ大佐さん。あんたはお母さんが亡くなった傷をこの GSJ のバーチャルアトラクションで埋めようとしていたのだと思います。でもそれは間違いです。ここは所詮作り物の世界、本来あなたの居場所はではないのですよ。お母まだ死んでないぞお母が GSJ の清掃のバイトをしてる間、オイラパートをしてる間、オイラいつもここで遊んでるんだぞ。え、あれ、死んだって言いましたよね、確か。確かにそう言いましたよね。そう聞きましたよね。死んだとは言ってなかったね。よし、新人、お前は今日から俺の仲間だ。一緒に遊ぶことを許可してやるぞ。こうやって友情って作られるんですね。子供って本当にいいものですね。ですね。戻りたいね。と感動してる場合ではありませんでした。もう私の退社時間が迫っております。新人プログラム強制終了させますよ。おー、なんだよ、この大人の失語を押し付けんなよ。おい、聞いてるのか。ね、すっごい大人の事情でしたね。退社時刻が近づいてるからってね。強制終了させるのはなかなかね、なかなかねもうちょっと子供たちと遊んであげてもいいと思うんだけどな。うんうん、よしよしよし、勝手に終わってくれましたね。実績のロックを解除しましたよ。やったね。はい、ということで帰ってきました。一面クリア、チュートリアルクリアですね。じゃあね、時間がもう結構経ってるんで、これで終わりたいと思います。これからココブをやっていくんで、ぜひ次回からもご視聴くださいね。それではありがとうございました。